皆さんこんにちは、改めましてエリメイジです。今回は VT から出てるリードルショットについて皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。リードルショット本当に大人気で、いろいろね皆さん SNS でも多く見かけると思うんですけれども、一体どんなものなのか、そして効果実感について詳しく私が皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。今回の目次なんですけれども、リードルショットについて、これは気になるリードルについて、そして成分について皆さんにシェアをさせていただきます。そして2番目が効果実感、使用方法について、これは実践形式でやっていって、3番目、これ気をつけることが多数ございますので、そちらも踏まえて皆さんにこの3項目を中心にシェアをさせていただきたいなと思います。はい、商品内容を説明する前に、商品ね100、300、700ってありますので、それだけ頭に入れておいてください。でこの中にも必ず配合されているのがニードルですね。はい、なので最初はリードルについて皆さんにご説明をさせていただきたいなと思います。私のチャンネルでは元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅動画もね出していますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは早速動画に行ってみましょう。でこのまず1点目のリードルショットとはということを伝える前に、結局ねこれ効果があると思うから使いたいわけじゃないですか。なので結果からお伝えをすると、私は効果がありました。ただそれも含めちょっと気になる点もいくつかあったので、ぜひご紹介をさせていただきたいなと思います。はい、でまず最初のリードルショットとはということをお伝えしていきたいんですけれども、シカツボクサエキスとマイクロニードルの組み合わせのブースター美容液になりますね。ブースター美容液っていうのは、次に使う美容液の浸透率を上げてくれて、なおかつお肌の土台を整えてくれるよっていう美容液です。そしてこのリードルショットなんですけれども、刺さる、届ける、浸透させる、ブースティング効果があるというこの3段階に分かれています。で今回一番焦点を当てたいのが、これ皆さん気になってると思うんですけれども、このニードルですよね。こう刺激するというところについて、皆さんに詳しく解説させていただきたいなと思います。この針の正体なんですけれども、シリカと言われるスクラブのものなんですね。このシリカっていうのは加水分解界面というものなんですけれども、植物とか水などに含まれる天然ミネラル成分なんですね。この針がお肌に無数に浸透することによってブースター効果っていうものを生み出します。ターンオーバーを促進、次に使う有効成分の浸透率を上げてくれる、シワ・ハリの改善の効果が期待できるよというものです。はい、針については皆さん大丈夫ですかね。次いきます。はい、続いて中に入っている成分についてお話しさせていただきたいなと思います。この100、300、700全部に配合されているというものが、ヒアルロン酸 NA、 ナイアシンアミド、アデノシン、そしてツボクサエキスです。これはすべて保湿とか抗酸化作用、そしてターンオーバーを促進させるものが配合されているということです。はい、この700にだけ配合されている成分プラスでね、配合されている成分がございます。はい、それが以下3つの成分になります。はい、こちらです。700だけ少しね、プラスで配合されているというもので、効果実感も期待できるんではないかなという商品です。私が使ってすごく思ったのが、やっぱり張り感が欲しい方、ただ年齢を重ねていくごとに10代20代みたいな張り感を手に入れるって、基礎化粧品っていうか、こういったホームケアっていうのは本当に絶対無理だと私はちょっと思っているんですね。なのですごくこう直近で見て、めっちゃ肌綺麗だねっていう感じには正直ならないなっていう印象です。私は例えば、最近ファンデーションのノリが悪いなとか、夕方になるとすごく毛穴落ちしてるように見えてしまうっていう方にすごくおすすめな商品だなと思います。100、300、700、どんな方が使った方がいいのかっていうことなんですけれども、そんなに肌悩みないけどとりあえず現状維持したいっていう方が、100を使ってください。はい、そして300なんですけれども、300に関してはあらゆる肌悩みが定期的に訪れる方、また吹き出物出ちゃったよ、コメント出ちゃったよっていう方が、300をご使用ください。ターンオーバーをね、正常化させてくれますので、ニードルの数も、300、100よりも300の方が多くなっています。はい。そして700なんですけれども、これは毎日肌トラブルを抱えている方、もう今日もなんか肌元気ないじゃん。っていう方は、700をご使用していただきたいなと思います。はい。
使用方法と効果実感について皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。今顔洗ってきて、今何もついてない状態です。はい、通常だと100、300、700ってあるんですけれども、今回は100と700で、お肌に塗布して実践形式でやっていきたいなと思います。はい、一緒にね使っちゃいけないんですよ。この100と700を混ぜて使ったりしてはいけません。もちろん300も同じです。はい、毎日使用していいのはこっちの100の方、そして週に1回は700で、300は2日に1回使用することができます。同じ日に必ず使用しないということだけ頭に入れておいてください。それではね、早速お肌に塗布してみたいと思います。じゃあ、まず額に100をつけようかな。手につけてもそうなんだけど、若干ピリピリするんですね。100は一番ニードルが少ないんですけれども、やっぱりそれでもチクチクするので、結構ね、皆さんこう構えてスキンケアしていただいた方がいいかなと思います。はい、服はちょっとだけこうニードルのこのつぶつぶ感、チリカがちょっと感じられるんですよ。つけた瞬間もすごい張り感があってみずみずしい感じはするんですけれども、こんな感じです。はい、続いて700の方のテクスチャーを見てみたいと思います。700は100よりもテクスチャーが硬いんですね。そして結構白いです。7はシリカが一番入っています。痛い。ブツ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 っていうのが一番こう感じられる。痛いね。手の甲とかでタッチテストやってからご使用してくださいね。で、目周りは必ず避けることです。で、やっぱり100の方がみずみずしい感じだけど、ヒアルロン酸とか多くね配合されているのは700の方です。こう700はつけた後痛いね。つけた後もすごい痛いんだけど、弾力感が感じられるのが700の方が感じられます。こう内側からのもちっと感っていうのですかね。テクスチャーはまずこんな感じで、700の方がこう弾力性があるというか、シリカも配合量がすごく多いんですけれども、ボトルも分かりやすいように小さいのと大きいので分かれているので、まあ、皆さん必ず間違えないようにしていただきたいなと思います。はい、今ね5分ぐらい経ったんですけど、結構まだまだ全然チクチクします、700の方は。で、VT から出ているもので推奨しているのが、この後に歯科マスクですね。はい、歯科マスクをご使用していただいて、次にこちらのクリームを推奨しています。はい、特別ね2つは紹介しないんですけれども、ショート動画でも出していますので、ぜひ見てみてください。ビフォーアフターをお伝えしていきたいなと思っています。はい、私の場合は45日間使用してやっと効果が少し現れたなぐらいだったんですね。で、お写真お見せしていきたいなと思うんですけれども、ビフォーアフターはこんな感じです。はい、若干毛穴が縮小したの分かりますかね。頬の毛穴なんですけれども、1ヶ月過ぎぐらいから私は効果が少しだけ感じられるようになりました。ただこれをねずっと続けていけば、すごくね効果実感を期待できるんではないかなと思う商品なので、100と700の組み合わせってすごくいいなと思いました。100と700やり始めてからちょっと変わったなって思い始めたので、そのね使い方が私はベストなんではないかなと思います。私がね特に感じられたのは、張り感と毛穴に対してです。乾燥がしなくなったとかではなかったので、ヒアルロン酸とかね、まあ、配合されている製品ってたくさんあると思うんですけど、そこに焦点を当てていない商品ではないかなと思います。この後気をつけることをお伝えするので、ホームケアってね気をつけることがすごく大事なんですよ。これを怠ってしまうとそれなりの効果が得られなかったりしますので、ぜひ気をつけることも引き続き見ていただきたいなと思います。実践形式の中でもお話をさせていただいたんですけれども、100、300、700同時に全部一緒に使うのはやっぱり絶対に NG です。そして今人気の、まあ、レチノールですね、レチノールとの併用もダメです。はい、ちなみにこのリードルショット28日間は必ずご使用ください。ターンオーバーってどんどんこうずれていくんですね。なので必ず28日以上はご使用していただきたいということです。その他にも、美容デバイスとの併用が NG、 そして皮膚科施術後のブースターの利用はできません。プラス保湿がすごく重要になっていきます。チクチク感というのは副作用なので、ちょっと気になる方は少量からご使用してくださいということです。はい、そして最後なんですけども、傷口などには必ずやらないでください。炎症とかあと細菌が入ってしまう可能性もございますので、必ず傷口にはやらないでくださいということです。はい、ちなみにもう一個なんだけど、開封前は36ヶ月保存することができて、そして開封後は12ヶ月以内にご使用してくださいとのことです。はい、 VT のこのリードルショット本当に大人気で、私自身もまあ効果が少し感じられたものなので、
これからね、継続して使用すれば、もっともっとね、この毛穴の縮小っていうのが、まあ、感じられるかなというものではあります。はい。今のところ、肌に炎症とかも私自身ないので、まあ、安心してご使用いただけるものかなと思っています。はい。最近ね、すごくね、スキンケア当たりが多くて、皆さんにご紹介するものが増えてってるんですけれども、少しでも参考になったなという方は、ぜひ、いいねとチャンネル登録の方、本当よろしくお願いいたします。動画を作る、すごく糧になりますので、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。